バイエルン級戦艦、バイエルン級戦艦、リニエンシフデア・バイエルンクラスは、ドイツ海軍が第一次世界大戦前に、聖西ドイツの艦隊法で整備された最後のクラスであり、ドイツ最初の超ょうど級戦艦の艦級である。本級は1913年度計画で2隻、1914年度計画の2隻で、計4隻の建造が承認されたが、バイエルンとバーデンのみ収益して、 残りは解体処分された。本級の排水量はついに3万トンを超える3万2千トンに及び手法はヘルゴラント級以来の30.5センチメートル12インチ方から一挙に38センチメートル15インチ砲が採用された。ドイツは従来英国よりも一クラス小型の手法を搭載してきたが、これで一気に英国に追いついたことになる。 当初は三連装砲塔による火力増大が検討されたものの、先行して三連装砲塔を採用したオーストリア海軍の戦艦において、溶弾などに不具合が生じたため、確実な動作を約束する連装砲塔を採用し、主砲口径の増大による火力の向上を図ったので、ある。この連装砲塔を背負い式配置で前後に2機、計4機を装備、副砲は、 最上艦パンカの原則部分にケースメイト配置で左右8門ずつ装備した。本級の火力は同時期に開発中であったイギリス海軍の15インチ砲装備の戦艦もしくはフランス海軍の34センチメートル砲充門戦艦に当社弾量で匹敵した。また本級に限らず他のドイツ戦艦も同じであるがの手法は軽量の砲弾を 創薬を多く装填して撃つため、初速が大きく、近距離5000から8000メートルでの貫通力に優れるが、射程が伸びるにつれ威力が減じ、長射程では、英物に劣るものであった。ただし、射程自体は大きい。これは、ドイツ海軍は、視界の悪い北海での戦いを想定したため、長距離砲線を想定していなかったからである。また、戦時中のドイツは、 上質の重油の安定した供給を得ることができず、本級は石炭を主に使用する根性管を使用したため、艦隊速力の低速に苦しめられた。本級の船体形状は朝鮮首労型船体で、艦首水面下に浮力確保の膨らみを持つ艦首から艦板上に 38cm 方を2門ずつ、主砲塔に収め、1番2番主砲塔が背負い式に2機ずつ構成されている。 その後ろに走行司令塔を組み込んだ操打環境。本級の全部マストは、ドイツ戦艦では初めて春高時からと三脚型が採用され、頂上部に即居技を乗せた射撃指揮所があり、中段部に簡素な見張り書が三段に設けられていた。船体中央部には二本煙突が立ち、煙突の周囲は関西艇置き場となっており、二番煙突の両脇に、 関西帝用収用のデリッククレーンに機により運用された。第二煙突の後部は単小灯台となっている。後部甲板上に後ろ向きの3番4番手砲塔が背負い式に2機配置された。手砲は前後方向に4門、左右方向に最大8門が主行できた。竣工後の1917年頃に運用実績から改装が行われた。 この時期のドイツ艦は全部マストの構造物の多くが開放型であったために真冬には冷気が見張り所や環境に吹き込んで内部が欠氷する欠点があったために密閉化された。また、後部マストがないために無線アンテナ線を展開するのに不便であったために2番煙突後法に簡素なマストを後付けした。この頃に爆撃機、飛行船による航空爆撃の危険性が示唆されたために 敵味方識別用として、手法登場を黒く塗った上に白丸を描くとともに、8.8センチメートル広角砲を、単装砲画で2から4機を増設した。戦訓により、魚雷防線網展開用のヤードと、魚雷発射管4門を撤去した。2番艦、バーデンは建造中に、これら改良が施された。本級の手法は、新設計の SKL。 四十十五三八センチメートル、四十五、後傾砲である。その性能は重量七百五十キログラムの砲弾を最大行角十六度で射程に万四百メートルまで届かせることができた。この砲を全球と同じく連装砲塔に収めた。砲塔の不行能力は行角二十度、深く八度であるが、工述する設計途中の改造により最終的に 最大行革20度で、射程23,200メートルまで届かせることができた。砲塔の旋回角度は、船体守備線方向を0度として、左右150度の広い旋回角度を持つ。主砲心の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は、毎分2から2.5発である。 複砲は全球に引き続き、s k l 4 5 5 c m 4 5口径、速射砲を採用した。性能は、重量 45.3kg の砲弾を、行角19度で 13,500m まで届かせることができた。この砲を新設計の MPLC-13 型単装砲がに装備した。砲賀は、行19度。 深く8.5度で150度の社会を持っていた。この砲を選手廊甲板の下に、原則ケース名と、砲を各配置で片原発機を放射状に配置した。監視方向に4門、左右方向に8門、完備方向に2門が試行できた。その他に、耐水来艇迎撃用に45 8. 8 45、SKL458.8cm45 後傾速射砲。 単装砲画で8から10機装備した。これは前後環境の両脇に4から5門を配置したものである。さらに対艦攻撃用に60センチメートル魚雷発射管を水面下に単装で艦首に1門、原則に片元2門ずつの計5門を装備した。防御方式は全球と同じく全体防御方式を採用しており、 艦守備部までの原則全体にまで装甲が貼られた。推薦中央部の前後部砲塔間の最も厚い箇所が 350mm、艦守備部では 100mm であった。推薦下に 200mm から 170mm にテーパーした装甲板が貼られたが範囲は狭かった。艦内の水密区画装甲は 50mm 装甲が艦底部まで垂直に貼られた。また、 水線上部の中央原則部にも 180mm の装甲が貼られており、ケースメート式複砲部は 170mm と重防御であった。主砲は最大 350mm から 250mm で、天外部は 120mm、バーベット部が乾板状に出ている箇所で、全面 350mm、背面 250mm である。乾板部の水平防御は、 板、先手十艦リ4 0ト、mm、ル、第十艦リ3 0トル、守、mm、防御艦板は傾斜部、平坦部ともに3 0ト、mm、ルである。艦底部は原則バルジから伸ばされた二重艇であり、この時代の水雷防御としてトップクラスの防御を持っていた。本級の機関は海軍式石炭、重油混焼水艦艦14機にパーソンズ式港。 低圧直結タービン3機3軸推進を用いており、最大出力は3万5五千 h p 速力22ノットを発揮した。機関室配置は全球と同じく2つの重角壁で、縦に3つに分かたれており、左限軸、中央軸、右限軸となっている。さらに1つの機関室は、ボイラー室4部屋と機械室2部屋から構成されているが、 ボイラー室3部屋とボイラー室1部屋と機械室の間は水密隔壁で分断されており、前か後ろの部屋が浸水しても片方は生き残る工夫を施されている。これは後のビスマルク級にも継承されている。機械室にはタービン機関や初発電機が収められているのは他国と変わらないが、高速タービンと低速タービンの構成を他国は並列に置くところを ドイツは前後に配置したところに特色がある。これは、機関室を隔壁で分けたために、スペースが左右に狭いためである。なお、ザクセンの未機関は、中央軸のみ、満車性ディーゼル機関により推進する予定であった。バーデンは1912年末、残る艦は1913年に寄港した。ザクセン飛ビウルテンベルクは浸水したものの第一次。 世界大戦の終了までに完成せず、1920年から21年に建造所で解体された。バイエルンとバーデンは1915年に浸水し、ユトランド沖海戦には間に合わず実戦参加はわずかであった。バイエルンはアルビオン作戦中の1917年10月12日にリガ湾で植来し破損した。バイエルンは大きく浸水し、 19日後にようやくキールに帰還した。急戦が成立すると、バイエルンとバーデンはスカパフローに開港され、バイエルンは1919 19年6月21日に他の多くの艦と共に自した。バーデンは英戦によって浅瀬に着底され、沈没を免れた。その後1921年8月にイギリス海軍により標的艦として沈められた。外見上、 また、性能用木上でのバイエルン級とビスマルク級の類似点は連装手法等4基の配置と三軸推進のみである。とはいえ、バイエルン級の基本設計は20年後にビスマルク級に引き継がれてり、艦内構成、特に防御容量には顕著な類似性を確認できる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。